こんにちは、体の枝ファンの皆様。今回もね、あの新潟の速稼塾奈美さんからね、舞姫大学の奈美さんから動画を送られてきました。体のステーキング、なんとね15回目だそうですよ。この動画更新ももう15回になるんですよね。日々やってると本当に何回目か分かんなくなっちゃいますけども、こうやってね、体のステーキング JSP より15回目の報酬ということで記録映像をいただくと、7月最後のこの15回目のね報酬付与で合計523になるところでも感じれるんですけども、ステーキング報酬溜まっていきますね。今体の枝って1枝140円ぐらいだったですかね。単純に 500×100 をしても5万円ですから、もうすぐ10万円の壁を突破するというところで、これがですね銀行の金利みたいにどんどん積み上がってくるっていうところがいいじゃないですか。まあ、私もね当然ステーキング報酬いただいてますんで、私もだいたい同じぐらいの15回目ぐらいなのかなと、回数数えてないんですけどね、思いますけども、6670ということで、私の場合はもう100万円ぐらいなのかなと思います。もちろんこれ体の枝の価格が上がったり下がったりすれば、この日本円に変換した時のインパクトもどんどん変わってくるんですけどね、まあ、これから体の枝って上がるばっかりじゃないですか。私の速稼塾の中には体の枝のホルダーさんが本当に多いです。私が体の枝をゴリ押ししてるんで、特に影響を受けて買う人が多いでしょうけども、どうですか、損した人っていますかってことなんですよ。こういったむちゃくちゃ熱い案件とか硬い案件を軸に持って、そして派生するように枝のようにですね、小さい案件に、まあ、余剰資金をどんどん入れていくってことです。今回の余剰資金は体の枝に生まれたステーキング報酬がそのまま余剰資金になると思いますので、その余剰資金の範囲でいろんなものにトライしていく、そういった挑戦をするべきなんじゃないかなと思いますね。奈美さん、今回も動画を送っていただきましてありがとうございます。それではね、 FX も体の枝も暗号通貨も、そしてビジネスもどんどんやっていきましょう。で、全てのことを YouTube で記録を取ってどんどん出していくと、 YouTube でもリスクエッジができますしね、 YouTube そのものも集客になりますので、どうぞご活用ください。それでは本日は以上です。